じゃあ、X よしです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はちょっとショートでね、言いますけども、例のね、病気のね、ことなんですけどね、すごい感染になってますよね。もう大変なことになってきて、おそらく東京でも1万ぐらいまで行っちゃうようなことになるかわからないですけど、まあ重症化は少ないんですけどね。で、これなんですよ。この薬をね、この薬、名前言うとね、AI がね、判定するんですよ。これね、これ。これが効かないって、っていう人も結構多いですよね。で、名前出しませんけどね、テレビでよく出ておられるね、小太りのね、ひげ面のね、若いね、大阪のね、教授が言っておられるんですよ。こういうふうにね。決して効かないと言ってなくなく、もう少しエビデンスが出るまで待ちましょうということです。なんてね、なかなかね、頭いいこと言うてるんですよ。ところがね、裏にはね、こうツイートなんですけどね、いろんなこと暴露されてるんですよ。例えばこの先生ね。はい。謝礼があるんですよ。この製薬会社からいろんなことを講演したりとかなんかするとね。で、その講演したりと、その、メーカーさんにいいようなことを言うと、まあ、講演に招かれたりとか、それはまあ、そういうことだと思うんですけどね。これはね、まあ、透明性悪いことでね、こういうところのね、お役所の方からでね、謝礼をもらってる、いくらもらってるかっていうのが書いてあってね、これ10謝でね、150万ぐらいもらってはるんですよ。だからね、聞くってね、言えないよね、きっとね。まあね、やっぱりこういうところで、ね、利権に絡んでるわけですよ。この先生はね、聞かないって、エビデンスを待てとかね、言うてね、まあ、こう言って失礼ですが、こういう先生がね、多くの人をね、救える人ですよ。救えなくて、黄泉の国にね、送るという、そのね、人だと思うんですよ。私はそう思ってね、正直言って軽蔑してます。はい。なんたることや、と。かたや、尼崎のクリニックの、先生はね、自ら行ってね、これを与えてね、多くの人をね、重症化させてないんですよ。こういうところ。こういうところ皆さん見ましょう。それとですね、なかなかね、こう承認しないんですけどね、この薬をね。この薬もね、見てくださいね。この薬はね、特例承認でね、さっさとね、あれなんですよ。承認されたんですよね。もうこの病気がですね、出て、治療薬っていう時にね、すぐね、手を挙げてね、国がね、承認したんですよ。で、この薬ね、なんとね、ここのあれではね、患者負担はないんだけども、国として払ってるお金はですよ、一回さ、その一人を治すのに38万円かかってるんですよ。って38万円。まあ僕は聞いた時は25万だったですけどね。まあ量を減らしてでもやっぱ25万とか、これね、5日間あたりね、やると38万かかるんです、これ。かたやね、ひげ面ドクターがね、拒んでた、国内の薬はですね、もっとその、1000円とか2000円とかね、それで済むんですよ。こういうところね。どう思いますか？でね、ここのね、この大臣さんね、偉い大臣さんね。言い逃れするんですよ。なかなかアビガンは副反応の問題もあって、入院の方じゃないと使えないと。その代わりにですね、大臣の答弁の中で、イベルメクチンだったら在宅の方、お家の療養される方でもですね、開業医や病院の先生に出してもらうことができると、これを使ったらどうかというお話をいただいたんですが、これ大臣、イベルメクチンという名前を出された理由は何なんですか？田村厚労大臣。
診療の手引きの中にもう委員もよくお分かりでありますけれども書いてあるわけでありまして、基本的に今ですね、まあ、北里大学中心にですね、これ、まあ医師治験、医師指導治験やっていただいております。そういう意味では医師指導型の治験で、こういうのを使ったりでありますとか、まあ、場合によってはこれその医師の判断で、適用外使用ということもあるんだと思いますが、ただ評価は固まっていない薬でございます。ですから治験は治験として使いますし、適用外使用の場合は医師のご判断のもとで、これを使っていただかなければならないということであります。メルク自体は、販売元のメルク自体は あまりその推奨はされていないようでありますけれども、北里の方ではですね、治験をやっている最中でございますから、そういうものも含めて今 A メドで支援をさせていただいております。まあ、こういうふうにですね、使わせたくないんですよ。それはなぜかというと、だから新薬メーカーなんかのね、新薬のね、阻害になるからなんですよね。そういう話なんですよ。だけどね、多くの人死んでるんですよ。こうやって言ってる間に、私らもこうやって言ってる間に、何を仕事してるんですかね、こいつら、本当に。本当にね、ボンクラどもやと思うんですね。皆さんどう考えるんですかね。本当にもうね、何をか言わんからですよ。もう。